Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Welcome and konnichiwa to Think Tech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcasting, streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Yumiko Lyon of Lucky Makeup Hawaii. She studied and applies her expertise from physiognomy science to achieve anti-aging skincare, as well as makeups for happier and lucky life. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けするこんにちはハワイ、ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送はラッキーメイクアップハワイのライアン由美子さんをスタジオにお招きしています。今日の話題は幸せを呼ぶメイク、強い日光のハワイでのスキンケア、アンチエイジング、そして内外心のバランスの美しさについて、美容界で40年以上の経歴をお持ちの、またホノルルで運気の上がるメイクを提供していらっしゃる由美子ライアンさんにお話を伺いたいと思います。由美子さん、今日はお忙しいところありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、はい、もう40年以上美容界ということで、はい、じゃあ日本にいらっしゃる時から美容関係をしてらしたんですか。はい、そうですね、もともとは資生堂、エスティローダー、その後は自分で、はい、美容業界にどっぷり足を使って40年以上になりました。はい、どっぷり足を使って。なるほど、じゃあもう小さい時からやってらっしゃっていう感じですね。そうですね。はい。で、今日まず最初にお話伺いたいなと思ったのは、そのメイクのお話なんですけれど、メイクっていうのはただこうベタベタ塗ればいいっていうわけでもなくて、うん、その運気が上がる人相学に基づいたっていうのがあるということで、それについてまずちょっと説明していただけますか。はい、たまたま40年以上という長い美容業界にいた中で、いろんな人の顔を見てて、非常に人相学に興味があったんですね。でたまたまその人相学の先生とご縁がありまして、はい、勉強してみようと。はい、でその人相学っていうのはまず占いじゃなくて統計学ってことがあるんですね。統計でこんな顔の人はこんな、はいはい、運気になってるっていう。で、私たちの顔っていうのはもともと親からいただいた DNA プラス、はいはい、環境的な要素が加わって、環境的な要素っていうのは要するに育ちとか学び、はい、それから考え方なんですけども、ね、そういったものが加わって、はい、20歳ぐらいまでに大体おおよそのその方の顔形ができると言われている、はい、決まってくる表情がですね、はい、ただ20歳でじゃあ決まって終わりということではなくって、うん、要するに自分がこうなりたいとか思うことによってそれに近づいた人相になることができる、はい、そういうことを勉強したんですね。でそれを私がやっているメイクアップに生かしたら楽しいんじゃないかなと、はい、なるほど。例えば愛情運をアップするメイクにしたいとか、愛情運をアップする、はい、それから金運をぐんとアップするいいですね。そういうことで、はい、私がもともとやっているメイクアップに、はい、その開運といういわゆる人相学を取り入れたということなんですね。でその人相学はただの顔だけじゃなくて、その統計だっていうところが面白いなと思うんですけれど、じゃあ具体的にですね、そのメイクアップとくっつけて、うん、何をすれば例えば愛情が上がるんですか。ま、愛情運がですね、まずパッと会った時の第一印象って7秒ぐらいで決まるって言われてるんですね。7秒、はい、7秒で決まる、はい、皆さん7秒です。はい、その時に目の層、いわゆる明るい運気か、はい、暗の層、暗い運気かにまず分かれます。はい、それからその方の一つずつ、例えば額の形とか、はい、額ですね、眉、はい、それから目の形、はい、鼻、口、はい、それぞれでいろいろな統計が出てるんですね。はい、そうすると今日はじゃあ愛情アップしたメイクにしたいなと思った時に、はい、眉の形や目の形を変える。うん、例えば色の選び方も違ってきます。まあ、額とかは変えられないけれど、眉の形なら変えられる、変えられます。目の形もちょっと変えられる、はい、ということですね。そうです、はい、それがいわゆる開運メイクアップということですね。じゃあ例えばどういうふうに眉を描くと描かないですけど、私は大きく分けると、はい、じゃあ愛情アップ、はい、この眉は優しいアーチ型、優しいアーチ型、はい、であまり濃くしないんですね。柔らかい、そうです、柔らかい色味で優しいアーチ型、はい、それから目の形、これはシャドウの入れ方とか、はい、アイライナーの入れ方があるんですけども、はい、簡単に言うと丸目で垂れ目、
丸めで垂れ目、垂れ目、これが愛情運アップになりますね。皆さんよく聞いておいてくださいね。愛情アップ、デートに行くときはこういうメイクにすると。そうです、はい、それから今度はじゃあ金運ぐんとアップしたい、はい、でそういう時の眉は、はい、いわゆるへのへのもへじのへの形。じゃあこの辺がキュッと上がった感じですか。角のある眉ですね。ほう、キュッですか、はい、そうです。角のある眉ですね。それから、はい、あの目の形も少し切れ長な感じ、切れ長に、うん、切れ長で こんな感じですね。そうです、はい、あんまり上がりすぎても良くないですけども、はい、ほどほどに、はい、あの切れ長な感じに入れてきます。なるほどね。でそういうことによって、はい、いわゆる今日なりたい自分、今日はこんな感じ、はい、今日はこんな感じ、あの自分のシチュエーションに合わせて、はい、いろんなメイクがなりたい自分になれるメイクと。なるほど。でついでに運気もアップしましょうということですね。綺麗にもなるし運気も上がる、はい、そうです、そうです。じゃあ今日ちょっとあの写真を持ってきていただいたので、はい、見せていただきたいと思うんですけれど、はい、Can we show the first four pictures? Okay. この方はこれ何ですか。愛情アップですか。はい、あの私のお友達でもあるんですけれども、はい、あの一つはいつも自分がしているメイクアップなんですね、はい、で愛情をちょっとアップする、だから眉も柔らかいアーチ型になってます、はい、なるほどね、なってますね、はいはいはい、でこの方はじゃあ愛情がその日はキュンと運気が上がってるわけですね。そうですね、はい、じゃあ next one、はい、彼女は、はい、金運アップの、なるほど、だから眉の形を見ていただくと分かるんですけれども、はいはい、角のある眉ですね。あ、で目元もキュッと上がった感じ。これは画面に見えてる右側が、右側がアフターです。はい、はい、で左側がご自分でご自分でされたメイクです。なるほど、ちょっとキリッとした感じが見えしてますね、はい、なるほど、はい、The third one、はい、で彼女は、はいはい、愛情運アップの、なるほど、眉の形、どれがご自分でされる、一番あの画面の左側の上がご自分でされているメイク、はい、で下がアフター、はい、それから横顔ですね、はい、でこの方もちょっと丸みのある優しい感じ、はい、目もこれはちょっと目元も柔らかい感じ、目元も柔らかく、それから確かに、はい、意外とあのチーク綺麗に入ってますね。頬紅です。はい、すね、でこの頬紅って意外と難しいんですけども、はい、頬紅を入れる位置によって、はい、あの小顔効果とか小顔効果、リフトアップ効果とか、はい、そういったこともあのあできるんですね。ちょっと顔が締まって見える感じだ、ね。はい。はい、okay, the fourth one。はい、これ若い、はい、ね。彼女は金アップの、金アップ。はい、眉の形がちょっと角のある感じで、あ、確かにちょっとこう、画面向かって右側の眉はそうです、ちょっとこう角がある感じでしょうか、はい、で少しあの眉頭の方は太めの感じですよね、はい、あ、太めはそのやっぱり金運に関係あるんですか。金眉頭をちょっと太めにして眉山に角をつけて流すという形になります、はい、なるほど、という例を見せていただきました、Thank you very much for showing。でこれも全部あの自分が持ってらっしゃるメイクアップ道具、はい、これをお持ちいただいて、はい、いつも使ってる道具と同じものを使ってこのように変わってくる、うん、なるほど。じゃあ新しいいろんなものを買わなくてもいいってことですか。で意外と皆さんたくさん持ちすぎてて、はい、これもいらないあれもいらないっていうものが多かったりします。あ、じゃあこう断捨離を、断捨離をしながら、うん、なるべく簡単なシンプルで自分の思うメイクができたら、うん、毎日のメイクが楽しくなりますよね。なるほど。じゃあそんなにお金をかけなくても、かけずに時間もかけずに簡単にということが私のポリシーです、はい、いいですね。あの男性はどうなんですか。例えば今日はちょっと大事なミーティングがあるから金運アップに行きたいな、でも男性のことはあんまり眉を変えたりしませんよね。もちろんあの眉を変えたり、はい、あの目の化粧もしませんけれども、はい、例えばやっぱりあのなんて言うんでしょう、男性の場合は額って意外とあの男性的な考えが出たり、うん、女性的な考えで額で見ることができるんですけども、額で、はいはい、やはりそのあのなんて言うんでしょう、くすんだ肌色っていうのは運気を下げると言われてるんですね。くすんだ肌色は運気を下げる、うん、はい、だから男性の場合メイクアップはできないですけれども、はい、やっぱり簡単なスキンケアをすることによって透明感のある、はい、やっぱ綺麗な肌っていうのは男性も女性もやはり必要だと思います。まあ、日本の方は結構若い方でもあの皮膚スキンケアをしてらっしゃいますよね。スキンケアもしてますし、今、はい、あの眉のトリミングも綺麗にしてる方も多いですけれども、はい、まあ、一般の方はあまり眉までいじらないので、はい、やはり肌の透明感を出すとか、それからあの女性も男性もそうですけど、くすんだ肌色っていうのは運気を下げます、はい、くすんだっていうのはやっぱりその例えば健康とかそういうことが、健康ももちろん関係ありますね。それから例えばあの日焼けでやはり肌がくすんでしまうってこともありますね、はいはい、
あの先ほど の, その人相学を勉強された時に、はい、これ何流歌唱流歌唱流感想学、はい、これは何か免許とかがあるんですか？あのあります、はい、あの何段階かあって、私の場合は、はい、例えばゆかりさんの人相を見て、はいはい、こうこうこうですよとお話をして、はい、お金をいただけるという、はい、あの資格があるんですね。ただ私の場合は、はい、自分がもともとやっているいわゆる美容、はい、メイクにそれを生かした。なるほど。だから人相学のお金は頂戴いたしません。やってないんですね、はい、あの美容に生かせるというところでやってらっしゃるということですね。はい、はい、じゃあちょっと戻るんですけれど、由美子さんがこの業界に入られて、そのそういうか運気を上げるとか皆さんに綺麗になってもらいたいとか、それはどこから来ている、どんな感じで始められて続けてらっしゃるんですか？あの私自体やっぱり綺麗でいることってすごく大事だなと思うんですね。で、私が考えるそのアンチエイジングというのは、はいはい、いわゆる外見内面、それから精神的な部分のバランスだと思ってるんですね。なるほど。で、要するに外見、内面、外見、はい、それからバランスですね、はい、で外見って言いますのはやはりメイクだったりヘアスタイルだったり、例えば姿勢だったり、はい、言葉遣いだったり、はい、立ち居振る舞いだったりそうです、ね、いわゆるその方のイメージですね、はい、ですから自分自身でブランディングするってこともすごく大事。なるほど。っていうのはさっき言ったパッと見た印象が7秒で決まるでしょ、はい、だから外見ってすごく大事だと思うんですね。なるほど。それから内面っていうのはいわゆる健康でいること、はい、健康でいないとおしゃれしようという気持ちにもならない、うん、そうですね、こうなっちゃったら ね、あんまりね。で健康っていうことはじゃあ何かっていうと、あの良質な睡眠、はい、それからバランスの取れた食生活、ね、それから自分で続けられる適度な運動をすると、はい、ヨガなんかすごく、はい、いいと思いますよね、はい、無理をせずに続けられる、はい、これこの3つが非常に大事、はい、なるほど。それから精神的な部分っていうのは、例えばあの自分自身が前向きで、うん、心にゆとりを持った生活を自分で心がける、うんうんうん、なるほど、ね、やはり精神的なストレスがあると、うん、皮膚の老化を促進させますし、例えば吹き出物とか、はい、シミだとか、はい、そういったトラブルにもつながる、なるほど、下手したら病気にもなっちゃう、そうですね、そういった意味でやはり精神的なバランス含めて大切だ、はい、でこれは美容というのはその、うん、じゃあこう顔になんかくっつけるとか眉を描くだけではないじゃないんです ですね。やっぱり常にその自分の生活の中で外面内面精神面、このバランスはどうかな、うん、いつも自分で買うことが大事じゃないかなって私は思います、はい、じゃあそういうふうに思われて、じゃあこういうことをやってみようというふうに思われて、ですから、あの世の中の女性をやはり綺麗にしたいな、はい、綺麗で元気に、はい、で今までじゃあ例えば運気が上がった方とかっていうのは実際にあるんですか？そういう声っていうのありますか？例えば、はい、愛情メイクをしましたと、うん、ただメイクをしてただ黙ってたら愛情が来るというわけではなくはい、ね、はい、例えばメイクをしてただ待ってたら機運がグンとアップするわけではない、はい、何が違うかっていうと、はい、そのメイクをすることによって自分自身の気持ちがすごい優しくなる、または自分自身にすごく自信がつく、なるほど、それによって周りの対応が変わってくるんですね、はい、まず自分自身がメイクをすることで中が変わる、はい、なるほど、でそれによって周りの相手が変わってくる、はい、それが結果的に例えばご主人からすごく素敵な贈り物をいただいたとか、ね、はい、実際あるでしょ、眉を変えると、そうです、はい、それからすごくあの自分の業績が上がったっていう方もあのお便りいただくんですね。なるほど。っていうのはただ単にメイクじゃなくて、それはあなた自身が変わったからですよねってことだと思います。またさっきの話に戻りますけれど、外側も大事、でも内側からそれが出てくる、にじみ出てくる、はい、そうですね、美容にケアをすることで自分への自信とか気持ちが変わっていく、はい、そうですね、それによって変わっていく、はい、まあ、その次の続きのお話をですね、また今度はあの皮膚のケア、アンチエイジングのケアについて少しお休みをいただいた後にお話を続けてお願いしたいと思います、はい、We're going to take a short break here. We'll be right backAloha, I'm Dave Stevens, host of the Cyber Underground. This is where we discuss everything that relates to computers that's just going to scare you out of your mind. So come join us every week here on thinktechhawaii.com, 1 p.m. on Friday afternoons. And then you can go see all our episodes on YouTube. Just look up the Cyber Underground on YouTube. All our shows will show up. And please follow us. We're always giving you current, relevant information to protect you, keeping you safe. Aloha.Aloha, my name is Mark Shklov,
I am the host of ThinkTech Hawaii's Law Across the Sea. Law Across the Sea is on ThinkTech Hawaii every other Monday at 11 a.m. Please join me where my guests talk about law topics and ideas and music and Hawaiiana all across the sea from Hawaii and back again. Aloha. Okay, we are back from the break. I'm Yukari Kunise, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Yumiko Lyon, who is an expert on skincare and makeup art that brings better luck and better life.ライブでお届けしております ThinkTech Hawaii 日本語番組こんにちはハワイ。今日はメイクアップ、ラッキーメイクアップハワイのライアン由美子さんにスキンケア、アンチエイジング、運気の上がるメイクなどについてお話を伺っています、引き続きスキンケアについて少しお話をお願いしたいと思います、はい、で私たちハワイに住んでいますともう太陽がすごく強くて、まあ、その日に焼けないだけじゃなくて、うん、そのなんていうんですか、皮膚を守らなくちゃいけないっていう、ね、ところがあると思うんですね、でも意外とわからないのが日焼け止めをどういうふうに使っていいかわからない。例えばちょっと化粧品の中に入ってるからそれを使えばいいのか、うん、その上にまたもっとつけなくちゃいけない、その辺のところを専門家からちょっと教えていただくと。そうですね、はい、じゃあまず紫外線っていうのは3種類あります、はい、簡単に言うと UVA、UVB、はい、UVC と、はい、要するに、はい、長い中間短いってあるんですけども、ど UVC というのはほとんど短い紫外線なので、はい、地球には到達しない、いわゆるオゾン層に吸収されるんですけども、はい、なるほど、今、はい、やはりオゾン層の破壊が進んでて、はい、それがやはり地球に届く到達しちゃってるんですね、うん、それが、はい、いわゆる皮膚がんとの関係もあるんじゃないかというのを言われてるんですね。じゃあちょっとここで写真をちょっと見せていただいた方がいいですか、はいはい、Can you show the picture 5 here?、Yeah.これは一番その、はい、ちょっと小さくて見にくいかもしれません、はい、そうですね、はい、一番画面の左側ですね、これが UVA です、はい、これは皮膚の表皮真皮の部分までいきますね。なるほど。それから B というのは中間、これは表皮の部分に到達します、はい、でまあ、C というのは本来ならオゾン層に吸収される、はい、で私たちが普段スキンケアとか化粧品で保護するのはこの A 波と B 波、これをいかにカットするかということなんです、ね、はい、ブロックしちゃうんですかね。ブロックします、はいはい、で特に、UVB というのは、はい、肌がこう赤くなったり、はい、ヒリヒリしたり、はい、いわゆる軽いやけどの状態、皮膚くれのような状態ですね、はい、これが UVB ですね、B、はい、それから A 波というのは、はい、いわゆる真皮層にまで来てますので、はい、ここがコラーゲンとかエラスティンがあるところなんですけども、はい、エラスティンって何ですか。エラスティンというのは要するにゴムのような弾力とか、はい、弾力性がある部分が皮膚のこの、下の方にあるということですね。ダメージを受けるということは、はい、張りがなくなったりシワになったりということなんですね、はい、ですから、はい、こちらもカットしたい、はい、でその中でよく皆さんゆかりさんの SPF ってご存知ですか。いやあんまりよく分かってないです。 Thank you for the picture here、はい、SPF というのは、はい、いわゆるサンプロテクションファクター、サンプロテクションファクター、 SPF、はい、なんか書いてありますよね、はいはい、たまたま私これ持ってて来たんですけど、はい、こういうものね、はい、例えば SPF のこれはたまたま45とか、はいはい、書いてありますね、45とか50とか、ね、はい、よく分かってないんですけど、これは SPF の50と書いてあるんですね、はい、これはどういうことかと、はい、で SPF というのは、はい、先ほど言った UVB、はい、いわゆるヒリヒリ赤い表面の方ですね、やけどの状態の、はいはい、紫外線をカットするものなんですね、はいはい、で例えば、うん、SPF の例えば30とします、はい、そうすると SPF っていうのは、うん、いわゆる自然に紫外線を開けて、うん、肌がヒリヒリ赤くなるまでの時間を、うん、大体15分から20分って個人差がありますけど、はいはいはい、で例えばSPF1 が20分だとすると、うん、はい、例えば SPF30 の日焼け止めだと、はいはい、600分、はい、あ、はい、かな、あ、そうですか。SPF20 のかける、はい、1分間なんですか。20かける3だから2、3が600分ということは、まあ、はい、10時間守りますよと。あ、そうなんですね。そうなんです、ね、はい、それから例えばでも個人差がありますから、はい、10分で赤くヒリヒリになっちゃう方もいる、いますよね。そうすると SPF、もっと上の30のかける10分だと300分だから5時間ぐらいしか守れない、はいはい、なるほど、はい、だから人によ
って違いますけれども、はい、いわゆるじゃそれをどうすればいいかというと、はいはい、何度か重ね付けする。あ、じゃあ1回やっても、うん、またその 4,5 時間経ったらう、ね、もう1回こう重ね塗りをする。はい、よく例えば SPF の70とか80とかありますけど、はいはい、なんか数が多いから良い気がするんですけど、そんな感じがしますけれども、はい、数が多ければ多いほど、はい、これは有害じゃない、化学的な物質、いわゆる、はい、紫外線を吸収する化学成分がたくさん入ってるってことなんですね。だからそれだけ肌に負担をかけるであれば、あ、まあ普通の生活でしたらば、まあ、SPF50 ぐらいまでで、50ぐらいでいい、はい、あ、なるほど。それからこれがいわゆる UVB をプロテクトしますけども、はいはい、でも A がありますよね、こちらのエラスティックだか、はい、コラーゲンだか、これは A というのはこの PA++++ っていうので表示してあるんですね、はい、PA++++ これはそのそうです、プロテクショングレードオブ UVB と、はい、あ、 UVA ですね、 A ですね、そうです、はい、もっと深く入る方ですね、はい、そこをプロテクトすると。なるほど。ですから、はい、このプラスが多ければ多いだけ、はい、守りますよと。だから必ず SPF と、はい、PA++、はい、プラスプラス、これをよく見て、はい、選ばれるという。なるほど。じゃあ A と B と両方から守らないと、 そうです。そして長さも考えて、はい、こう重ねる塗りをするとか、そうです、あと化粧品なんかはどうなんですか。化粧品の上からたまたま、はい、これは下地とその日焼け止めが一緒になっているものが今すごく多いんですね、はい、そういったものを選ばれてもいいと思いますし、はい、なるほど。例えばこれはたまたま下地ですから、はい、すっぴんでいるよりは、はい、すっぴんでいてもある程度守るんですね、はい、はいはい、でも汗かいたら取れちゃいますから、はい、また上からつけるということ、ね、で、なるほど。あとは、はい、例えばお粉をちょっと叩くことによって、はい、粉っていうのはその粒子がありますから、はいはい、皮膚の上に粒子がたくさんできつけるということは、うん、その粒子自体が紫外線を散乱させるんですね、うん、あ、こう入ってきても反射しちゃうと。なるほど。だから要するに UV、はい、SPF と PA++ と、はい、プラスお粉とかパウダリーファンデーションとか、はい、軽くつけることによってさらに肌を守ることができる。なるほど。で女性だと下地クリームとかね、はい、お粉とかあると思うんだけど、男性もの方も、まあ、ゴルフするとかいろいろあると思いますけど、先ほど言ったようにくすんだ肌は運気下げますので、はいはい、そういった意味でも、はい、やはり日焼け止めクリームはつけていただきたい。最低そのなんていうんですか、肌が乾かないようにするみたいなのは何を、はい、私は何もしないわっていう人でも、はい、何かするべきことはありますか。まずね、肌を清潔にするってこと。清潔に、例えば、はい、お化粧しててもしてなくても、はい、してない方でもやはり一日中汗とか油が出たりしますから、はい、まず清潔にするということです、はい、洗顔ってすごく大事、はい、洗うこと、はい、で、はい、洗ったら次は、はいはい、水分の補給です。水分の補給、はい、水をシャッとかけるではダメですか。シャッとかけるで飲むことも大事ですけど、はい、皮膚お肌のいわゆる、皮膚細胞に水分を与えるということで、はいはい、化粧水たっぷり使っていただく。化粧水を使う、はい、で化粧水使う方もいろんな使い方がありますけど、ゆかりどうします。もうこんな感じです、ね、こんな感じですね、はい、で例えば、はい、1回に必要な化粧水の量ってのティースプーン1杯分って言われてるんですね。ティースプーン1杯 分、はいはい、で例えば今こうやってゆかりさんの場合こうやって出して、はい、出したらこのポチョポチ ポチョでしょ、はい、そしたらもうまず手にいっちゃいますから、ね、ですね、手が保湿してます。そう、手が保湿しちゃいます、はい、であれば、はい、私がおすすめしてるのはこういったコットンを使っていただく。あ、もう手つきがいいですね、これ見てください。でコットンに必要量の、はい、例えばティースプーン1杯分を出します、はい、そして、はい、お顔全体を、はい、いわゆる隅々まで拭き取るような、あ、拭き取る感じで、こういう感じじゃないですか。拭き取るような感じ、あ、こんな感じで拭き取るような、隅々まで拭き取る。それによって保湿が、保湿できる。この目のあたりとかもやっちゃっていいんですか。目のあたりも全部でもします。それからこのデコルテですね。デコルテがそうです。首からここまでも、はい、首ということですよ、はい、皆さん全部していただきます、はいはい、今日は美容用語でデコルテ、はい、ということですが、でこれをこういうですね、でその後に例えば夜でしたらば美容液だとか、はい、またはお肌が乾燥しやすい方であれば乳液をつけたり、はい、クリームをつけたり、はい、まあ、その方のお肌の状態によってね。なるほどね。で男性の場合は、はいはい、やはり、まあ、こういった化粧水の使い方はしないでしょうけれども、はい、やはり男性のスキンケアとしてやっぱり水分補給、化粧水をつけていただいて、男性用の化粧水みたいなのあるんですか。特に男性用の化粧水は
じゃあまあ奥さんとかですね、ガールフレンドとかのちょっと借りて、ね、こんな感じでやってみられると、ね、それこそ男性は、まあ、男性コットンで使うとまたあれだから、まあ、大胆にこうやってやっていただいてもいいんですけれども、やはり手であんまりこうなじませると、はい、まず手にいっちゃいますから、なるほど、ね、だから何度もちょっと大事なものが手ではなくて顔につけてくださいと、そうです、顔につけますね、そういうことですね。で特に朝のスキンケアの場合だと、はい、こういったコットン使いますね、はい、でこれ捨てません、捨てません、置いときます、はい、うん、それで例えば下地クリームをつけたりファンデーションをつけたりちょっとアイシャドウをつけたりすると、はい、どうしてもこの辺が汚れますよね、はい、でそれ最後に全部汚れたものを拭き取っていただいて、はい、初めて捨てる、もう、はい、もう全然無駄がないです、リサイクルで、はい、やらせていただくということですね、はい、はい、で由美子さんは皆さんに綺麗になってもらいたい、はい、そしてまた健康であっていただきたいということで、まあ、ホノルルでビジネスをされているんですが、もし眉毛のこととかですね、はい、お肌のこととか、はい、関心がある方がコンタクトしたいという場合はどちらの方にお邪魔すればよろしいでしょうか、はい、私のサロンは、パンナムビル、ドン・キホーテのすぐそばにあるパンナムビルディングにあるんですけれども、はい、ホームページを見ていただくと、はい、今お話ししたようなことを織り交ぜながらメイクアップレッスンですとか、それから開運素肌でも運気が上がる開運メイク、開運のアートメイクもしております。アートメイク、アートメイク、はい、はい、すいません、ちょっとアートメイクについて、はい、何ですか。アートメイクっていうのは顔が画面になっちゃう、パーマネントメイクアップと言いますけれども、いわゆる取れない眉、取れないアイライン、はいはい、だからすっぴんでいる方なんかは、はい、素肌でも運気が上がる、はい、はい、アートメイクをしとくとよろしいと思います。で、アートメイクっていうのはなんかこうもう一生ものなんですか。一生ものとは言いますけど、やはりお肌の新陳代謝とともに少しずつ薄くなりますから、はい、あ、はいはい、まあ、1年に1回ぐらいタッチアップなさってます、ね、そうなんですね、はいはいはい、ということはじゃあ、はい、私のウェブサイトが www.luckymakeuphawaii.com で、はい、ありますので、ぜひご興味のある方はご連絡いただきたいと思います。はい、全て予約制になっておりますので。そうなんですね、はい、じゃあぜひご連絡をください。特にこのパーマネントメイクとかねちょっと私も興味が出てきましたが、ありがとうございました。はい、はい、それではお時間が来たようです。由美子さん、本当に今日は大変面白いお話をありがとうございました。大変勉強になりました。はい、Okay, we are out of time. Thank you so much for coming, Yumiko Lion. Stay tuned for more shows in Japanese. You will hear about Hawaii Business Academy for Japanese speakers in the next show. Thank you all for watching ThinkTech Hawaii. I'm Yukari Kunisue. This is Konnichiwa Hawaii. See you soon.